株式会社店ビー代表取締役公認不動産コンンサルティングマスターの田島です今日は店舗などのテナントに貸す時や貸している時に火災報知器を設置してとテナントから要求されたり消防署から消防の設備点検や報告をするように言われたりそして消防などの設備が必要だと仲介した不動産業者から何も聞いてない。 こんなトラブルをよく耳にします。まあ、今日はこの消防法についてで、これは家主の責任なのか、テナントの責任なのかで、なぜ不動産業者はこの消防法について説明してくれないのかをこの動画で解説していきたいと思います。まあ、消防法は大きく分けて、まあ、消防用の設備など、この設置や維持というこのハード面のことと、防火管理者を決めて、 防火管理上必要な点検をしたり報告をさせなければいけないというこのソフト面。この二つがあります。つまり、新築や改装工事のこの貸す時とで、賃貸している間、この両方で家主に消防法の責任がかかってきます。で消防法でいう、まあ、特定防火対象物っていうのは、まあ、いろんな人が出入りしたり居住するもの、 例えば、ホテルであったり、病院、福祉施設、飲食店、物販店、戸建て住宅以外は、家主さんが貸そうとする建物、ほとんど全てが、この特定防火対象物だと考えてもいいかと思います。でまず、家主さんが新築したり、改装したりするときに、あまりこの消防の届け出っていうのを気にしてないと思います。でこれは 建築会社なり設計会社が確認申請を出すときに、消防同意がないと確認済み書が交付されません。ですから確認申請をするときに、自動的に消防署の方に報告が行って、それに対して指導を受けているということになります。で消防の指導を受けるっていうのは大きく分けて4種類あります。一つが消火設備で。これは消火器やスプリンクラーです。でもう一つが警報設備。 で、これは自動火災放置機などです。で、もう一つが避難設備。避難器具や誘導灯。で、もう一つが消火活動上必要な施設。これは肺炎設備。こういう設備の設置を義務付けられて、で、検査を受けることになります。ですから、家主さんは新宿なり、会社の時は、まあ、あまり意識せずに、この消防の手続きを行っているっていうことになります。 使用開始後は管理の権限を有する者が防火管理者を定めて、その防火管理者に消防計画を作成させ、消防設備の設備点検と報告をさせなければならないという決まりがあります。まあ、いろいろとやることがあるんですで。この消防法に対応するこのハード面とソフト面、まあ、これらは家主の責任かテナントの責任か、 でここが消防法では明確に区分けされていません。この消防法の中でも、この管理権限者っていうのは、まあ、所有者、仮受け人などっていうような書き方になってて、まあ、どちらでもいいということになっています。で私は、建物や設備といったハード面は家主が負担して、点検や報告のソフト面を担当する防火管理者はテナント、 というふうに取り決めするのがうまくいくと思いますで。ただこれは契約時に決めておかなければなりません。よくあるトラブルっていうのが、この契約時に消防設備の負担は家主とテナントのどちらが負担するか、で消防管理者は家主とテナントのどちらがするかっていうのを、でこれを全く決めていない時があります。 でなぜこういうことが起こるかというと、この宅建業でいうこの重要説明書の中にも、この消防法の説明が入っていないので、これを知らない不動産業者が結構いるっていうことです。例えば、テナントが入居することによって、火災報知器を設置しないといけないっていうことになったで。私はこれは家主負担にしなければならないと思います。 で、その消防設備の費用を前提として、家賃や保証券を決めれば、まあ、特に問題は起こりません。でところが、これ契約後に火災報知器を設置しないといけないっていうことがわかるとで、ここで誰がその費用を負担するかっていうことでトラブルが発生するわけです。まあ、ですから契約前に、この消防法にかかる費用面っていうのを 家主は把握しておかなければいけないということです。消防法は大切なことですが、私は宅建業者の中では軽視されているんじゃないかなというふうに思います。今後もこの動画では定期的に地主さん、家主さんに役立つ情報を配信していきたいと思います。良ければチャンネル登録をお願いします。